では始めていきます。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。今回はですね、えー、通知表について、もうそろそろ6月も半ばに差し掛かりますので、通知表のことが、えー、気になり出す時期だと思うんですけども、通知表について今日は、えー、いろいろお話ししていこうと思います。で、通知表なんですけども、えー、っとですね、 絶対評価でつけるというふうに文科省は言っているんですけども、でも現場では若干ですね、えー、違うんじゃないかということがあります。えー、例えばですね、えーまあ、なんかちょっと相対評価を加味した絶対評価というちょっと曖昧な言い方をしていたり、もう相,対相,相対評価そのものをまだやっているというような実態があるんですけども、まあ、そのことについてね、えー、今日はお話ししていこうと思います。 で、その文科省が絶対評価だと言ってるのに、なんで現場では未だに相対評価であったり、その相対評価を加味した絶対評価ということを続けてるんでしょうか。その辺のちょっと認識というかお考えを教えてほしいと思うんですが、じゃあ今日は水野先生からお願いします。はい、ちょっと現場離れているので、わかんないんですけど、私の,あの経験した中では、だいぶ前から絶対評価はもう、 当たり前共通理解されてて皆さんちゃんとそれにのっとってやってましたね、うん、そうですか、はい、例えばあの私の勤めていた学校なんかでは例えばその学年間で揃えてくださいっていう要請を結構幹事職からいただいてたんですね、うん、でお互いに見比べてあの1組だけ特に良いが多いのはまずいとか、うん、もっと極端な例で言うと えー、頑張ろうみたいな、努力しようみたいなのが一個もついてないとそんなはずはないだろうって言って、増やしなさいっていう指導が入ったことは何度もあるんですね。うん、じゃあ水野先生はあんまりそういうのはなかったんですね。なかったですね。そうですか。じゃあ正常ですね。はい。<laughs> じゃあ吉田先生、いかがでしょう私ね、これ緊急でアンケート取りましたので、ちょっとご覧ください。 えっとね、通知表の評価は到達度評価で行っていますかということでね、もう2日ほどだったんですけども、311回答が寄せられまして、うん、到達度評価を中心とした評価が54%、到達度評価だが人数などに縛りがあると、相対評価で行っているその他と、相対評価と合わせると42%なんですよね。これ問題ですよね。 問題ですね。<laughs> ね、これ通知表は、まあ公募じゃないということは除いてですよ。これは大きな問題だと思うんですね。そしてちょっと今回はね、書き込み紹介どうかなと思ったんですけども、やはりね、到達度評価、いわゆる絶対評価でつけた後、学,学年で統一してくださいというような調整の場が設けられているという、えー、書き込みが何人もありました。うん、どうして学年で調整するのかということについて詳しく書いてあるのもあった。 そそれれははですね同じ指導してるんだからといいやいやそれは違うでしょうと<え> <laughs> そんな横並び意識でやるから僕はね、今日一回って発展しないんだなっていうんで、愕然としましたね。<laughs> びっくりですね。あの、全くそのとおりで、やっぱりその横並び主義で、これもね、前もお話ししたんですけども、横並び主義じゃないかなと思うんですよね。そのスタンダードに似ていて、うん、結局、隣の線 一組の先生はのクラスは成績がいいけど、二組の先生のクラスは成績が悪いっていうのを、もう平均化して、その、まあ、ある意味ちょっとごまかしてる部分があるんじゃないかと思うんですけど、吉田先生、どうですかいや、これはね、ごまかしてると言われたって反論できないじゃないですか。うん、だって、それは指導力の差はあるし、それからクラスの実態にもよりますからね。うん、むしろ同じはずがないんですね。そして僕一番心配なのは、結局ね、 よくできてる、みんなわかってるっていう先生が実感を持ってね。例えば、321と評定なら、3ってつけた子を20人出したら多すぎるから削れて、これおかしいでしょ。うん、おかしい。そもそもね、54321からなぜ変わったかっていうと、もう強い日上がったの知ってますよね。あらかじめ5がね、3人だとか4人とおかしいと。 ね、頑張っている子はみんな評価する仕組みにしてほしいってことで変えたにも関わらず人数調整をするっていうのは、これはね、ちょっと今日は、私は口をとんがらかして言いたいですよね。これおかしい。絶対評価の意味理解してないんじゃないですか。さっきのあの人数の縛りがあるって考えられないですよね。うん、あの絶対評価だったら、全員オール A で、あの問題ないっていうか、それが目標ですからね。 そうなんですよね。だから、でも現場ではね、本当に、あの、自分の周りを見るとですね、やっぱりその、純粋な絶対評価が認められない学校って結構あると思うんですよね。あの、調整の場、まさにね、今吉田先生がおっしゃった調整の場が必ずあるんですよ。だから通知表を一応成績出したら必ず学年と見比べてくださいっていう,うに言われるんですよね。で、あんまり差があると、<laughs> 管理職から直接、なんで1組だけこんなにね、 悪い子たちが多いんだって、ね、もうちょっと減らせとか、そういう指導が入るんですよね。これやっぱり、あの、クレーム対応ですかね。管理職としては。と言われても仕方がないですよね。うん、だって、それはね、ベテランの先生がね、えー、クラスがよくできるっていうのはもうある意味当然だと思うし、そしてそう、そうだからこそ若い先生、早くあの先生に追いつきたい。 勉強したいと思うんじゃないですか、うん、それをね、えー、どんな風にしてね、えー、過ごしちゃってもね、同じって、絶対それはね、発展がないと思います。それはね、あの、管理職としては辛いかもしれませんよ。この紫なんで悪いんだってね、言われるし。でもそこを、そこをね、ごまかしちゃったら僕はおしまいだと思うんですけどね。水野先生、どうですいや、全くその通りですけ、ね、ど。いや <laughs> で、管理職でさえ、 あでもそういうクレームって実際にあるんですよ。聞いたことないですけどね。なんか架空のクレームに恐れてるんじゃないんですかね。僕はね、うんえー、僕が工場の時は自由にもちろんつけろって言ってたんで、そんなクレームはなかったです。うん、親はね、やっぱり分かってますよ。我が子の出来は。うんうん、むしろ、54321から321に移る時にね、いっぱいありましたよね。意見がね、できてるのに。 語が三人だけなんておかしいだとかって、その議論を踏まえて今のになったのに、またいつの間にか元に戻ってるのはね、やっぱ頑張ってる子がかわいそうですよ。そして頑張ってる先生もかわいそうだと思いますね。やっぱりその絶対評価ではなく相対評価が入ってくる、本当はね、入れちゃいけないところに入ってくる問題点っていうのは、その正しい成績が家庭にも伝えられないし、 その結果、子供の努力も認められない場合があるっていうことでいいでしょうかね。それが一番問題。ね。うん、頑張ってる子がね、やっぱ正当に評価されなきゃ、それはやる気なくしますよね。この状況、あ、水野先生どうぞ。だいぶ前にこれ、あの文科省が通知かなんかあったはずですね。あの検索した覚えがあるんですけどね。うん、もうずいぶん前ですよね。絶対評価になったのっ。かなり前ですね。<laughs> でさっきのあの吉田先生の調査でも半分はもうちゃんとやってないってことですも、ねうんね、うん。これ、どうすればこれ、この現状改善できますか難しい。やっぱりこういう私たちのようにやっぱり言っていかなきゃダメでしょ。現場のことわからないから。うん、ね。やっぱりこれはやっぱ声を上げていかないといけないというふうに思いますね。うん、だって頑張ってる子まで正当に評価されないおかしい。 えー、そしてねあ、あの、あの、成果は出ないんだけども、頑張ってる子は褒めていいっていう仕組みがあるんですよ。個人内評価ってね。うん。ね、なかなか成果は上がらないんだけども、よく頑張ってると見たら、その子のね、中で頑張ってる部分に、えー、丸をつけてあげなさいと。だから、さっき村野先生の話を聞いててね、頑張りましょう、増やしましょうなんて、とんでもない管理職だなって僕は思いますけどね。<laughs> <laughs> ね、もう、できる限りいい成績を上げてくれって僕は思いますけどね。 水野先生、どうでしょうかはい、あのー、うん、私の背景に、あの、通知表、うん、私が教務主任の時に作った通知表の、うん、あのー、全体構造図が貼り付けてあるんですけど、うん、赤と緑と黄色に色分けしてるんですが赤は読み書き計算。これ普段の漢字スキルの、うん、とか、音読のスピードとかで、これ絶対評価なんです。で、み緑色は、これは、あの、国語算数理科社会の市販テスト。 の点数、あの、テストの点数も通知表に乗っけてましたから、これもでも絶対評価なん100点取れ、みんな100点取ってたら、当然20丸なんですね。で、黄色のし個性身長の身長っていうのが、先ほど、あの、吉田先生がおっしゃった、あの、個人内評価なんです。これは技芸強化、体育とかね、あの、図工とか、そのと、その中で自分は何が得意かって、得意な部分を評価してあげる。 っていうふうに、あの、校内で決めてたので、で、通知表にも、この説明文をちゃんと説明欄つけてたので、間違いなくみんなこれに乗っ取ってつけてましたね。ええー、素晴らしいですね、これ。みんな欲しいんじゃないですか、えー、このね、ちょっとね、僕もね、話させてください。実はね、到達評価に変わるときに、僕自身、ちょうど虚無だったので、徹底的に勉強しましてね、えっ、ー、とね、到達評価と、 まあ相対評価の違いで到達評価の問題点も考えて、と、えー、いうのはですね、到達度というのは、例えばね、マラソンなら2時間で走り切れたら全員合格ですが、到達度評価ですよね。一人も到達しなかったらゼロ。えー、でもね、相対評価なら、1位、2位、3位って絶対いますよね。で、2時間で走ろうが、走ろう前が3時間かかろうが1位は1位っていう評価ですよね。 で、そういうとこで問題になるのが到達評価の場合、勝手にね、そのできてもいないのにできるっていうような評定をしちゃダメだと。これをやっちゃうと評価の信頼性が落ちるということで、まあこういう一覧表を作ってですね、うんえー、例えば国語の話す聞く力のテストと、それから実技なんかで見ましょうと、音読とかね。それから観察ももちろんいりますよ。スピーチも考えましょうと。その上で、こういうね、市販テストの縛りを一応かけました。 試案テストである程度の成績を取ってないとダメですよと。これかなり議論しまして、95点以上じゃないとダメって低学年の先生がおっしゃるんですよね。2年生ぐらいだったら、それぐらいできなきゃダメってこう言うんですよ。試案テストでね。うん、あ、そっかそっか。じゃあそれでやってみて問題なかったらいいでしょと。その代わり、じゃあ少なくとも90、テストだけじゃないですよ。テストだけじゃないけども、まあ、その先生がおっしゃるにはね、クク、ククが。 100%が当然なのに95、95%じゃだめでしょとこうおっしゃるんですよね、なるほどと思って、その代わり、それ、そのレベルを超えてたら、何人、いわゆる3、2、1、7、3つけてもいいんですねって言われて、もちろんそれでいきましょうという話をしたんですよね、そうあるべきですよね、やっぱり先生、この子たちしっかり入替えできてるっていうのにもかかわらず、まあ、成績がつかないっていうのはおかしいと、これ、かなり議論して、これ、これ全部の学年で作ったんですよ、私。う,ーんうん 吉田先生の資料もすごいですね。すごいですねそ、うん。そういう資料がまずないんじゃないですかね、各個ね。だからね、<私>僕、はい、徹底して、あの時先生方と議論しながらねどれ、だから1年生や2年生なら、いわゆる3、2、1なら、ほとんどっていうかな、ほとんど3が当然でしょと。それ目指すべきでしょっていうふうなね、話を聞いても感銘を受けた部分がありますよ。5、6年生になるとさすがにね、難しいですけどね。 あの、先ほど95点以上ってありましたけど、あの、私が勤めてた学校では85点以上でしたね。それどうしてかっていうと、その、もう、市販テストに A、B、C、ランクの千切り、あの、点数、点数が決まってたんですね。アプリもついてて、それに基づいて A、B、C でつけてたんです。うんうん、もちろん、高学年になるとあんな高い点数じゃなかったですよ。85ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。うん まあそんなこんなで、でも毎回、あれ、点数を少し変えたりしながらやってましたねやっぱり絶対評価という以上は、今、水戸先生が示された資料とか、吉田先生が示されたような、その校内の基準というものをやっぱりはっきり決める必要はありますよね。はい、いや素晴らしい資料ですね。あのこの資料、き、まあ、今日ねあの、詳しく全部見ることはできないんですけども、こういう資料があると、この絶対評価が少しししやすくなる。 引いてはその通知表にその絶対評価というものをもっと積極的に取り入れていく、えー、いいきっかけになるんじゃないかなと思いました。はい。じゃあぜひですね、皆さんこの、えー、今日の資料などを参考にして、ぜひ各校で声を出して絶対評価ということを中心に進められていけたらいいなというふうに思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。 はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。